小会期は、角川スニーカー文庫から発行されている、高見和之のライトノベル、スペースオペラ。イラストは、小形剛。し。5年間続いたローデストンの戦争が終わって、平和を取り戻した、マガザン帝国の地方惑星で、機関兵のハヤトとハインツは宝くじを当てたことから22億、クレジという大金を手に入れた。その金を元手に、運輸業を始めようとするが、 彼らを目障りに思う者たちから妨害を受ける。しかし彼らはそれを羽の毛宇宙へと乗り出していく。彼らの力を必要としてくれる人たちのために。銀星三つ編み公開機、ログ00俺らが出版した、同期銀星三つ編み公開機、ログ01彼女が家でした、同期銀星三つ編み公開機、ログ02俺らが運ぶべき希望銀星三つ編み公開機、 ログ、霊山僕が仲間になった理由リムジン紹介で、組み立てられた NQ、フィッシュ防音タイプのコンテナ貨物船。100年ほど前に作られた、戦闘艦を元に生産されたタイプで120席に及ぶ同型船のパーツのみで組み上げられている。購入時は、外装パネルがモザイク状態だったため、早戸が塗り直すが、安さに釣られて、塗料の種類を間違えたため塗装後に浴びた。 宇宙船で変色。船全体がピンク色になってしまう。銀星号という名前は120隻に及ぶベース船のデータからハヤトが適当に選んだものだったが、かつて軍用輸送船として多くの逸話を持ち、奇跡の輸送船と呼ばれるも、任務を果たす過程で十数回に及ぶ大破沈没歴があり、歴代クルーの多くが亡くなっている。 エンデバーの貨物輸送会社はすべてフュージリアグループ参加で、経営陣にはエルキュール公爵家の人間が入っており、よそ者は受け入れられない。はぶられるのも取り込まれるのも嫌った、ハヤトたちは、アイシングの助言で銀星号を人も運ぶ、課客船として登録した。NQ、コンテナ貨物船である、銀星号は運行管理に6人、貨物管理に6人と、 本来12人のクルーが必要だが、資金不足で余計な人員は雇えないため、ブリッジクルーは、ハヤトとハイイツ、船舶管理 AI として、クララ、キャビンアテンダントとして、リアンの5人で回しており、残った空き部屋を客室としている。銀星丸は銀星三つ編航海機に登場する銀星号のモデルとなった船で、1944年に浸水した戦時標準型貨物船である。 総トン数は2170トン。製造者は何は選挙株式会社。選手は太平記船株式会社である。略歴。ありがとうございます。